中サフォーク軍のグリーンポートを結ぶロングアイランド鉄道が所有運営する鉄道路線であるロングアイランドシティの1マイル東からイースト側トンネルを通る4路線がロングアイランドシティ駅からの2路線と交流し4路線となるなお本線を通る列車のほとんどはロングアイランドシティに向かわずにこれらのトンネルを使用する東へ進むと 5本の支線が本線から分岐する。西から順に一般的な時刻表は本線のヒックスビール駅伊東をロンコンコマ支線としている。ロングアイランドシティ駅を出てハロルド信号場まで伏線を走行する。ハロルド信号場でマンハッタンのペンステーションからイースト側トンネルを通ってきた北東回廊の複々線と合流する。ハロルド信号場伊東から複々線となり、 南東に方向を変える。ハロルド信号場からポートワシントン支線と並走するが、ウッドサイド駅の0.7マイル南東で北東へ向きを変える。J 信号場でアトランティック支線やモントーク支線と合流する。なお、アトランティック支線やモントーク支線は、ジャマイカ駅の西で分岐する。ジャマイカ駅にはプラットフォームに入る線路が8本、通過線が2本。 駅南方にある数本の側線や2本の旧貨物線に沿って伸びる。駅南方の線路はジャマイカ駅を迂回する列車が走行することがある。ジャマイカ駅のすぐ東にある春信号場では線路が8本がある。ジャマイカ駅から本線は東へ進む。ジャマイカ駅の東でモントーク支線が分岐市南東へ走行するが、本線の下をくぐるまでは本線の間を走行する。 クイーンズビレッジ駅とベルローズ駅の間にあるクイーンズ信号場では本線が分岐し伏線となるがヘンプステッド支線も分岐し本線の隣を走行する。なおヘンプステッド支線はフローラルパーク駅の東まで本線と並走した後南へ向きを変える。ミネオラ駅でオイスターベイ支線が北へ分岐する。ここまで本線は東へ進み続けるが ヒックスビル駅で本線が南へ分岐し、ポートジェファーソン支線が北へ分岐する。ファーム信号場からグリーンポート駅までは、ディアーパーク駅の西からブレントウッド駅の東までの伏線区間を除き、行き違い設備のある単線である。1987年に本線はヒックスビル駅からロンコンコマ駅の間で電化され、電化区間の駅のホームの重ねがされた。 なお、エライ・ダブリュハワーは、ロンコンコマ市線伏線化計画の一環として、最終的には、ロンコンコマ駅まで伏線化する予定である。工事の第一段階として、セントラルアイスリップ駅ロンコンコマ駅間の5マイルを伏線区間とするとしており、2013年の秋に着工する予定である。本線の全区間の内イースト側トンネルへを、往来可能な区間は、ジャマイカ駅の西から、 ハロルド信号場の間の区間までしかないため、ペンステーションへ向かうすべての列車はこの区間を通る。ハロルド信号場からロングアイランドシティ駅までの区間は、ロングアイランドシティ駅やハンターズポイントアベニュー駅が始発、終着の列車が使用する。ミネオラのナッソー信号場にある発電所ジャマイカ駅の東は、ヘンプステッド支線、オイスターベイ支線、ポートジェファーソン支線、 ロンコンコマ市線の全列車が使用する。モントーク支線の列車のうち数本は、ベスページ駅の東で分岐し、セントラル支線を経由し、バビロン駅へ行くために本線を使用する。各支線の分岐駅はそれぞれ、クイーンズビレッジ駅、フローラルパーク駅、ミネオラ駅、ヒックスビル駅、ベスページ駅である。なお、モントーク支線の列車の停車駅は、 ジャマイカ駅以降では、ミネオラ駅とヒックスビル駅など数駅しかない。本数は少ないが、スキューツとして、非公式に知られているディーゼルのシャトルトレインが、ロンコンコマ駅からグリーンポートの間で運行している。また週末のみ、運行の列車がメモリアルデーからコロンブスデーの間に、ロンコンコマ駅以降に限り、列車を運行しているが、2014年から約10週間、延長される予定である。 1837年3月1日、ヒックスビルジャマイカ間で本線が開通。その数ヶ月後、1837年強皇が発生し、工事が著しく縮小された。1841年10月15日には、ファーミングデール。1842年3月14日には、ディアーパーク。同年6月24日には、ブレントウッド。 同年7月14日には、セントラルアイスリップ、1844年6月26日には、ヤップハンクまで延伸した。グリーンポートへの開業記念列車は1844年7月27日に運行された。営業運転は、同年7月29日に開始された。イーストサイドアクセス計画で、グランドセントラル駅への乗り入れが実現すると、 列車を増発するので LIW 派利用者数の増加が予想される。それに対応するために、またが将来フローラルパーク駅、ヒックスビル駅間に3本目の本線を付設する計画がある。計画の中には、平面交差をなくし、既存の駅を移転するため、また、ミネオラ駅を改良するための線路用地の購入も含まれている。それに対し、工事やその結果として、 列車を増発することにより、地区内の生活の質が低下するとして、フローラルパークや、ニューハイドパーク、ガーデンシティなどの村から3本目の線路を敷設することに激しい反対が起きている。これらの村は3本目の本線を敷設する代わりに、駅の改良や、平面交差をなくすことを指示している。しかし、または3本目の線路を敷設することがエライダブルハーの、 イーストサイドアクセス計画には必要な要素であると長い間主張している。ありがとうございます。